皆さんこんにちは。ふと気づけばあの芸能人見なくなったなと思うことありませんか。昔輝いていたスターもいつかは終わりが来てしまうものです。中には引退発表などをせずに静かに芸能界から姿を消した人や、タブーを犯し姿を消した人など、今回は引退が衝撃的だった芸能人をご紹介します。清水圭、笑っていいともなど多くの人気番組へ出演していたタレントの清水圭さん。2019年に宮迫博之さんやロンドンブーツ1号2号の田村亮さんが開いた闇営業騒動の謝罪会見で、岡本社長のパワハラが告白された際には、自身のブログで確信をつく質問に真摯に答えることはなく、のらりくらりと逃げ回ってはぐらかすことに終始していた印象と、宣戦布告のように吉本興業の岡本明彦社長を批判し話題になりました。それから約3年後の2022年4月28日、清水圭さんは自身のブログで、地味に静かに人生を過ごしていこうと決めました。今回をもってこのブログを終了しようと思います。理由は特になく、強いて言えばモチベーションがなくなったという誠に個人的で勝手な理由です。ゴルフ誌イーブンの連載は今しばらく続くし、今やってるビジネスもあと何年かは継続するけど、ここからは本名の清水圭太君として普通のおっさんからやがて普通のおじいさんになるべく、地味に静かに人生を過ごしていこうと決めましたと、芸能界からの引退を示唆。吉本興業公式ホームページの所属タレント一覧からも公式プロフィールが削除され、関係者も契約終了が事実であることを認めたため、静かなる退社と報道されました。清水圭さんは2012年6月に東京目黒区内でオープンしたカフェ&アパレルショップストレージのオーナーを務めていることから、週刊誌の女性プライムがその後を探るべく店に訪れると、清水圭さんの姿はなく、自宅には清水圭さんの愛車さえ消えていました。そこで妻の高坂美雪さんに取材し、清水圭さんの行方を聞いてみたそうですが、私もわからないのですが、とにかく店に行ってください。清水圭さんの店に戻ってスタッフに行方を尋ねても、本日は不在です、来る日は決まっておらず、僕らもいつ来るのかわからないんです、誰も清水圭さんの行方を把握していませんでした。ブログに書かれていた、地味に静かに人生を過ごしていこうと決めましたという言葉の真意は、自分につながる道を消し誰にも後を追わせないということなのかもしれません。2023年5月17日には高坂美雪さんと離婚していたことがニュースポストセブンにより報道されています。現在はカフェ&アパレルショップストレージのオーナー兼株式会社フーリッシュの経営者として活動しているという話です。岩井由紀子、1985年6月21日に夕焼けにゃんにゃんのオーディションに合格し、おにゃんこクラブの会員番号19番として活動を始めた岩井由紀子さん。1986年7月にはおにゃんこクラブのフィフスシングル、お先に失礼ね、フロントボーカルに選ばれ、その後もシングル、アルバムの多くの楽曲でフロントボーカルを担当するなど、中後期のおにゃんこクラブの中心的存在の一人として活動を重ねていました。しかし1997年に引退し、芸能界から去りました。引退理由は青年実業家との結婚。結婚相手の青年実業家はもともとは岩井由紀子さんの親友の兄であり、古くから知り合いだったそうで意気投合したとか。また中国料理店円東飯店ともつ鍋料理の最多最多を経営しているという噂もありますが、真偽は不明です。岩井由紀子さんは2007年にテレビ朝日の快感マップへ電話で出演して以降、2023年までメディアには一切露出していません。上岡龍太郎、漫画トリオや
テレビラジオの司会者として一時代を築いた元タレントの上岡龍太郎さん。1970年代には近畿放送、朝日放送、ラジオ大阪といった近畿圏の放送局でレギュラーを獲得し、中部日本放送でもレギュラー番組を持つなど、近畿圏と中京圏を拠点に活動しており、ノックは無用や、ラブアタック、花の新婚、カンピューター作戦などで司会者を務め、関西を代表するタレントとなりました。2000年4月、以前から放送で上岡龍太郎さんは、俺は芸能生活40周年を迎える2000年の春になったら完全に隠居すると公約していた通りに、芸能界を引退しました。引退理由については複数の理由があちこちで挙げられています。妻に、もし僕を見ておいたなと感じたら正直に言って引退するからと伝えたら、じゃあ今もうやめてと言われたという、最愛の妻からの言葉が引退の決め手になったという話や、引退会見で、僕がこの世界にデビューしたのが1960年、昭和35年の3月21日なんですよ。ですから丸々40年になるわけで、定年ですかね。芸能界引退する時っていうのは未練なんですよ。これが、こんなこと言うといて世間に騒いどいてもらいたいという芸人の欲ですよ、と定年が理由だというように語っていた話があります。引退後はアメリカへ1から2年ほどゴルフ留学を予定していると告白したそうで、ゴルフ留学を決めた理由については、老後を楽しく過ごすために、ゴルフが上手くなりたい、については、アメリカに行ってゴルフスクールに入っていればランニングもできる、そうするとゴルフとマラソンが上手くなると、これが最大の目的です。だから老後を元気に楽しく面白く過ごすためには1年間修行をすると、とのこと。山口百恵。1977年に日本武道館で行われた第6回東京音楽祭で外国人アーティストが多数出演、受賞する中、日本人歌手として楽曲「夢咲案内人」で銅賞を受賞し、1978年の第29回 NHK 紅白歌合戦で赤組トリを務めた山口百恵さん。1979年には評論家の平岡正明さんが、山口百恵は菩薩であるを表すなど、多くの文化人に現代を象徴するスターとして語られ、デビュー当時から山口百恵さんを被写体として何万枚も撮り続けた写真家の篠山紀信さんが、たびたび印象的な写真を発表したことで注目を集めていました。1979年10月20日、大阪厚生年金会館のリサイタルで、私が好きな人は三浦智和さんですと、三浦智和さんとの恋人宣言を突如発表し、1980年3月7日の婚約発表と同時に芸能界を引退しました。1980年10月5日に日本武道館で開催されたファイナルコンサートは当日に TBS で生放送され、案内役はザ・ベスト10の司会者である久米宏さんが担当した。会場に殺到したファンに対して、私のわがまま許してくれてありがとう、幸せになりますとメッセージを言い残し、そして最後の歌唱曲となったさよならの向こう側でが、こらえきれなかったため涙の絶唱となったそうです。正式な芸能活動の完全引退は10月15日のホリプロ20周年記念式典。式典後、午後8時半過ぎに引退記者会見が開かれましたが、記者の多さから開始直後に前列にいた100名近いスチール用カメラマンと後方のビデオカメラマンとの間で揉める場面もあり、中断しかねない状態になったとか。引退後も常にマスコミやファンからの注目を集めていますが、原則としてマスメディアへの出演はしていません。山口百恵さんは2023年にさまざまな色の布を縫い合わせたパッチワークキルトのキルト作家として活動しています。作品が東京国際キルトフェスティバルなどの展示会に出品されることもあり、
2019年には日本防具社から三浦桃江さん名義でキルト作品集時間の花束を出版し、39年ぶりの著書となりました。清原和博、プロ入りから21年連続2桁本塁打、13年連続20本塁打以上の日本記録保持者であり、西武ライオンズでの4番出場数、1121試合の球団記録保持者でもある。元野球選手の清原和博さん、巨人在籍185本塁打の最多記録、 NPB における打率、本塁打、打点、塁打の高卒新人記録から、サヨナラ安打、サヨナラ本塁打、オールスター戦通算打点、オールスター戦 MVP の最多記録保持など、数えきれないほどの業績を持っています。2008年10月1日に行われた京セラドーム大阪でのオリックスのシーズン最終戦を最後に野球選手を引退しました。その後、野球評論家として活動していましたが、仕事のドタキャンによる出入り禁止、講演会や CM キャラクターとしての撮影での素行不良、再退社でありながら銀座の高級クラブのママと不倫するなどの問題行動が多発し、次々と契約解除されました。表舞台から姿を消す決定打となったのは逮捕でしょう。2016年2月2日午後8時頃、警察の家宅捜査により覚醒剤 0.1g、 注射器3本、ストローとパイプ各1本などの所持が確認され、覚醒剤取締法容疑で逮捕されました。2020年6月15日には有罪判決を受けた覚醒剤取締法違反についての執行猶予が満了しています。最近では2020年12月12日に開設したという YouTube チャンネルで、球速 100km の投球すら打ち返せない状態であることや、体重も 30kg 増加した状態であることを明かす動画を配信したり、 PL 学園の後輩である立浪さんが監督を務める中日ドラゴンズの一軍キャンプを訪問したりしているそうです。田代正史、シャネルズのメンバーであるミュージシャンとして活躍した後、お笑いに関しても才能を開花させ、バラエティ番組でも大人気となり一世を風靡した田代正史さん、テレビには欠かせない超人気タレントとして知られていましたが、大まかに分けて2001年12月9日、2004年9月20日、2010年9月16日、2019年12月6日の4回、覚醒剤取締法違反の容疑により逮捕されたことで芸能界から姿を消しました。2019年12月6日の逮捕の際には、2020年7月に保護観察付きの執行猶予2年ありで懲役2年6ヶ月の判決が確定し、10月27日福島刑務所から出所。インスタグラムでは、田代正史です。2022年10月27日に福島刑務所を出所しましたと綴り、出所時の動画を公開しています。ただ動画の中では手の震えが止まらない様子で、見た目もまるで別人のように激変していたとのこと。現在では2023年2月5日にインスタグラムで成田山近くのライブハウスでイベントしたことを綴ったり、歯がいらない焼肉、とろけました、焼肉って飲み物だったのかな、今は美味しいものを食べているのが一番幸せですと焼肉を食べたことを語り、僕は絵を描くことが趣味で昔からずっと描いています、これから絵をいろいろ載せていきたいと思いますと、これからの方針をコメントしていました。毎月保護観察所に通い、薬物の利用がないかチェックをしているようです。かわいその子、おにゃんこクラブの中でも歌唱力に定評があったかわいその子さん、早い時期からドラマやソロデビューするなど、おにゃんこクラブを代表するメンバーの一人でした。1983年に CBS ソニーが主催するティーンズポップコンテストで準優勝し、芸能界に入った河合園子さんですが、レコード会社対抗運動会に呼ばれたくらいで芸能界の仕事はなし。そのため高校を卒業すると専門学校に進学しています。専門学校の卒業を控え、就職の内定ももらっていた河合園子さん、1985年3月に夕焼けにゃんにゃんのオーディションコーナーに出演してほしいと頼まれたそうです。
2日くらいで済むだろうから帰りに原宿行ってショッピングでもしようと軽い気持ちで了承し、同年4月にオーディションコーナーに出演すると見事に合格。オーディションの翌週からおにゃんこクラブのメンバーとして活動することになりました。同年7月にはメンバー初となるソロ活動としてスケバンデカにゲスト出演、9月にはこれまた初となるソロデビューを果たしています。おにゃんこクラブでトップクラスの人気だった河合園子さん、1986年4月1日におにゃんこクラブを卒業すると本格的にソロ活動を始めています。今も昔もグループを卒業しソロ活動を始めてもうまくいかないケースは少なくありません。ですが河合園子さんは卒業後も楽曲のリリースやライブ、女優業など順調に活躍していました。ところが1988年にテレビ出演への拒否宣言を行うと、1990年にファンクラブ解散と休養を宣言。いつまでもアイドルとして扱われていたことが原因だと言われています。こうして徐々に表舞台から姿を消した河合園子さんですが、1994年に結婚したことが大きな話題となりました。河合園子さんが結婚したお相手はベーシストや作曲家として活躍する後藤嗣俊さんでした。ちなみに後藤嗣俊さんとの結婚と同時に河合園子さんが芸能界を引退していたことも発表されています。1994年に芸能界から引退していたことが明らかになった河合園子さん、2000年に後藤嗣俊さんが音楽を担当したドラマ多重人格探偵サイコ天宮和彦の期間に一瞬だけ出演。これを機に芸能界に復帰するかと思われましたが復帰はせず、その後も芸能界に復帰することはないと思われましたが2010年3月に資生堂イン&オンの CM 出演を発表。この CM 限定という形ではありましたが本格的な芸能活動を行いました。河合園子さんが子供がいることを発表したのもこの CM 発表の場でした。およそ20年ぶりの芸能活動となった河合園子さんはあまりに緊張してと、久しぶりの芸能界に緊張を隠しきれなかったようです。限定的ながら CM 出演をした河合園子さん、2023年現在は専業主婦に戻り実家の横に建てた自宅で生活をしているようです。子供が手を離れたら再びその姿を見せてくれる日が来るかもしれないですね。高井真美子、女性アイドルグループおにゃんこクラブのメンバーで1986年の6月にシンデレラたちへの伝言でソロデビューした高井真美子さん、1988年に4月29日ファンクラブ結成記念コンサートシングルズを読売ランドイーストで開催したのを最後にテレビから姿を消しました。それは同年の5月23日におにゃんこクラブの仕掛け人である秋元康さんと結婚して芸能界を引退したからでした。岩井由紀子さんが暴露したところによると、おにゃんこクラブ在籍時からすでに交際は始まっていたとのこと。ファンクラブ結成からわずか3週間余りで突然引退を発表したこともあり、関係者やファンは困惑。結納は5月15日に福井県の高井の実家にて行われており、挙式も京都下鴨神社で近隣者だけを招いて秘密裏に済ませていたようです。結婚した発表後すぐに渡米しニューヨークに滞在して以降、高井真美子さんはおにゃんこクラブの再結成イベントにも一切参加しておらず、メディアに顔を出すことも一切ありませんでした。2004年に秋元康さんがメレンゲの気持ちに出演した際に自宅の様子がビデオカメラに撮影された様子が映り、その際には16年ぶりのテレビ出演を果たしています。そして2023年、株式会社秋元康事務所の監査役を務めているようです。アン・ルイス、兵庫県神戸市に生まれ、横浜市中区元牧にあった米海軍の住宅街ベイサイドコートで育ち、1971年2月25日にリクターレコードよりシングル「白い週末」で歌手デビューしたアン・リンダ・ルイスさん、1974年にグッドバイ・マイ・ラブがヒットし、1970年代後半から1980年代にかけてラ・セゾンや六本木心中、ああ無情などの曲で人気を博していました。しかし2013年4月6日元夫の桑名正宏さんと息子のミュージさんで
親子3人共演 CD を10月に発売すると同時に、これをもってアン・リンダ・ルイスさんが芸能界から引退することを発表しました。アン・リンダ・ルイスさんの引退理由は、桑名正宏さんと離婚して間もない1995年頃に発症したパニック障害だと言われています。六本木心中のヒット以降、ロックの女王として一世を風靡したアン・リンダ・ルイスさんですが、生真面目な性格で本来の自分とロック歌手としての姿のギャップに悩んでいたようです。一度は歌手活動を再開するも、再び病気を発症してしまい、人前で歌うことができなくなったそうです。芸能界を引退後、アン・リンダ・ルイスさんはアメリカのロサンゼルスに暮らしています。パニック障害と診断されたのがロサンゼルスの病院だったこともアン・リンダ・ルイスさんが移住を決意した理由ともされています。生活拠点を完全にロサンゼルスに移し、もう日本に住むことはないと引退後のテレビインタビューで明かしていました。アン・リンダ・ルイスさんは芸能界を引退する前から音楽活動だけでなく、デザイナーとしても活躍していました。自分のステージ衣装をデザインすることはもちろん、キャンディーズなど他の歌手の衣装デザインも行っていたそうです。またエッグカンパニーというデザイン会社を経営し、クリエイティブディレクターやデザイナーとして活動した経験があります。プッカバッカという自身のブランドも立ち上げ、ドクロをモチーフにしたシルバーアクセサリーとアパレルは新しいファッションだと注目されています。またアン・リンダ・ルイスさんには息子のミュージさんがいます。ミュージさんはミュージシャンや俳優として活躍しており、17ライブという動画配信サービスでも活動しています。この配信動画に2020年以降年2回ほどアン・リンダ・ルイスさんも電話出演をしているようです。ミュージさんの誕生日とアン・リンダ・ルイスさんの誕生日にイベントを企画し、親子共演で話題を呼んでいました。アン・リンダ・ルイスさんはミュージさんの動画配信の中で、現在はロサンゼルスで17匹の猫と一緒に暮らしていることを紹介しています。また2020年10月にタレントの早見優さんと松本伊代さんの YouTube 動画にも電話音声で出演し、最近の一人暮らしの様子を話しています。日課として毎日朝3時半に起きて友人と2人で5キロメートルの散歩をしているそうです。散歩中にはコース中のゴミ拾いを行い、さらにコース中の野良猫40匹にボランティアで餌をあげていることを語っています。40匹の猫の中には高齢や病気の猫がいるようで、ビタミンなどを入れた特別な餌を与えているそうです。アメリカでは拾ったゴミをお金に変えてくれるサービスがあり、それで得たお金はボランティアでお世話をする猫の餌代にしているようです。千秋直美、1969年21歳の時、雨に濡れた慕情で歌手デビューした千秋直美さん。デビュー当時のキャッチフレーズは、名字がなくて名前が2つ、魅惑のハスキーボインだったそうです。1973年の夜間飛行、1974年の演舞曲などのポップス系ヒット曲を発表しつつ、演歌では船村演歌ならやってみたいと1975年に定め川、1976年に酒場川、矢切の渡し、1988年には赤とんぼなど作曲家の船村徹さんの作品を多く歌い活躍していました。しかし1992年9月11日に夫の郷英二さんが病死したことで、個人の強い希望により皆様にはお知らせせずに身内だけで静かに送らせていただきました。主人の死を冷静に受け止めるにはまだ当分時間が必要かと思います。皆様には申し訳ございませんが、静かな時間を過ごさせてくださいますようよろしくお願いしますと無期限の活動休止を発表。発表の際には引退までは公言しませんでしたが、歌手業を含めた芸能活動を全面的に停止し、公の場には姿を現さず、マスメディアの取材等にも一切応じなかったことから、事実上の引退状態となりました。郷英二さんの死から半年後に
義兄の獅子戸城が開いた。豪雨を忍ぶ会にも姿を見せていません。豪栄治さんがダビに付されるとき、千秋直美さんは棺にしがみつきながら、私も一緒に焼いてと号泣したそうです。1992年の芸能活動休業後も、毎年のようにベスト版 CD や LP 復刻版、リマスタリング版などのリリースや既発表 LP の CD 化が続いています。2000年に発売された6枚組 CD ボックス千秋直美コレクションねえあんたは4万セット以上を売り上げ、歌謡曲系の CD ボックスとしては異例のヒットとなり、2003年に通販のみで発売された千秋直美の世界歌比べも1万セット以上の売り上げを記録したそうです。また2008年10月には6曲のライブ未発表曲や未発表ライブ映像の DVD、 本人提供の未発表写真集を含めた CD ボックス歌手千秋直美が発売されています。これはプロデュースを手掛けた東本明さんが千秋直美さんを約2年にわたって根気よく口説き、映像を世に送り出すことを含めて了解を得たとか。千秋義雄さん、獅子戸城さん、中村泰治さんなど千秋直美さんにゆかりのある人物が相次いで他界した際には、千秋直美さんに追悼コメントの依頼もあったそうですが、応じていません。引退後の売り上げや歴史から見ても一目瞭然ですが、千秋直美さんに対する歌手復帰への期待は根強いものがあり、ベスト版などの CD のリリースや特集番組が放送されるたびに活動再開を待望する声が寄せられています。ただ豪栄治さんからもう無理して歌うことはないという遺言があったそうで、本人も歌手復帰を期待する声や音楽関係者の説得には応じていないようです。千秋直美さんの人気や注目度は引退後も依然として高く、30年にわたって活動再開はおろか公の場に姿さえ見せないことも相まって、ネット上では伝説の歌姫だと称されています。千秋直美さんの消息や関係者の証言、回想などが芸能ニュースになることも多いのですが、その沈黙は依然として破られる気配はありません。ただ千秋直美さんと直接交流があるという数少ない人物の一人である東本さん曰く、彼女は自分の歌に対してものすごく厳しく潔癖です。人の歌のことは何も言わないけど、自分の歌は 100% 完璧じゃないと歌う意味がないと思っている。実際にレコーディングの時も、自分が納得できないとどれだけ時間がかかってもやり直していました。歌に対する関心は全く消えていません。ただ歌は誰かに説得されて歌うものではなく、自分の意思で決めるものです。今でも若い子が千秋直美の歌に興味を持ってくれるし、私は誰よりも彼女にまた歌ってほしいと思っているけど、本人にその気持ちはもうないでしょうね。今でもいろいろ話しますが、彼女は決して世間をシャットアウトしているわけではありません。今も感受性豊かで、世間の動向についてもよく知っていますよとのこと。小浦新、2005年からクイズヘキサゴン今夜はクイズパレードでレギュラー回答者として出演し、おバカタレントとして人気を博した小浦新さん。1992年には2時間ドラマの小京都シリーズ会津涙橋殺人事件で福島県喜多方市の流し歌手役としてドラマデビューを果たしたり、1994年に夢一度で紅白歌合戦に初出場したりと、タレントとして以外でも活躍を重ねていたのですが、2012年4月25日付で所属事務所のゴールデンミュージックプロモーションを退社、同時に芸能界から去りました。引退理由はストレス性の発声障害を発症したことがきっかけ。おバカタレントとしてバカを演じながらバラエティ番組へ出演し続けたことで精神的なストレスが溜まっていたようです。週刊女性の独占インタビューでは、いつか自分の口でお話ししなくてはと思っていたが、バラエティの仕事が主になってしまい
歌手なのに自分の思い通りに歌が歌えなくなり、精神科に通院したりして、精神的に追い詰められてしまい逃げ出してしまった。ファンの方に黙って引退してしまい、申し訳なかった、と語っています。引退後は、故郷の福岡に戻り、引退前から交際していたという一般女性と再婚。夫婦で料理店や歌手時代に培った腹式呼吸で健康な体づくりを目指す教室の経営を始め、恩賀町で料理店を開店したそうです。それからしばらくして神奈川県横浜市へ住居を構え、故郷の福岡県から転居。介護に携わった義理の祖母の他界を契機に、今日を読み上げるまで見届けたいと思い、船村徹さんの知人で曹洞宗を信仰するという福井県美浜町の徳勝寺住職に相談すると仏門の道に誘われ、2018年11月に得度を受けました。現在は月に数回横浜市と美浜町を往復して僧侶を務め、地域イベントで歌や書を披露しているとか。島田紳助、売れっ子司会者として歌のトップ10、 X テレビ、ああバラ色の人生、新事、紳助の危ない話、開運、何でも鑑定団など数々の冠番組や人気番組の司会を担当したという島田紳助さん。2011年8月23日司会を務める開運何でも鑑定団放送終了直後の22時より吉本興業本社にて記者会見を開き、暴力団関係者との黒い交際を理由に芸能界から引退することを発表しています。週刊現代による暴力団交際報道の記事について、島田紳助さんは引退する前、発行元の講談社を名誉毀損で民事裁判による訴えを起こしました。しかし東京地裁は複数の建設会社社員に対する週刊現代側の取材内容について具体的かつ詳細で、内容に不自然な点はないと指摘し、少なくとも記事の重要部分を真実と信じる相当の理由があったと認め、島田紳助さん側の主張を退けています。引退後は完全に芸能界から退いているようです。ただし芸能マスコミのインタビューに応じることはあり、その度に復帰を否定しています。また東野幸治さんや宮迫博之さんなどの行列ファミリーやヘキサゴンファミリーなどの親しい芸能人とはゴルフや食事などで交流を続けているようで、明石家さんまさんや松本人志さんも島田紳助さんとメールのやり取りをしているとか。島田紳助さんは2023年時点では大阪心斎橋にある寿司長谷川という寿司屋を中心として鉄板焼きやバー焼肉など全国6店舗の飲食店のオーナーをしています。また現役時代から不動産もいくつか所有していて、賃貸料などで収入を得ているそうです。小室哲哉さんといえばアーティスト、プロデューサーとして数々の楽曲やアーティストを世に送り出すなど音楽界を代表していた人物の一人です。 TM ネットワーク時代も含め、小室哲哉さんの音楽をよく聴いた人は多いかと思います。坂本美雨さんとのコンサートやグローブ20周年、多岐にわたる楽曲提供や各種イベント出演、ソロアルバムや脇田明さんとのインスタレーションの制作、配信番組の司会や朝倉大輔さんとのユニットからパンドラの結成など精力的に活動していましたが、2018年1月19日前日に週刊文春により不倫疑惑を報じられたことで記者会見を行い、音楽活動からの引退を表明。小室哲哉さんは会見で女性との不倫関係を否定し、妻の介護をする中での自身の精神の疲労を述べ、 C 型肝炎や左耳の突発性難聴といった病を患って左耳がほとんど聞こえなくなり、身体的な能力が低下したことで自身の創作能力の限界を感じていたことを明かしました。ただこの主張に対して小室哲哉さんの結婚相手だった恵子さんは、報道にあった不倫疑惑に対して、あたかも私の病状のせいであるかのような発言があまりにも多く目と耳を疑いました。
確かにトレーニングの一環として学習ドリルなどもやったこともありましたが、そのことで私の知的レベルが小4ぐらいだという印象を世間に植え付けられたことですとインタビューで答えています。不倫疑惑をきっかけに引退したはずの小室哲哉さんでしたが、2020年7月に AKB グループの秋元康さんから熱いオファーを受け、楽曲を提供するという芸能界復帰の道を歩み始めたため、ネット上では会見は何だったのかと批判されました。楽曲の印税が少なくとも1億円以上はあると言われていますが、現在ではそれらの収入を5億円事件の借金返済や離婚調停による慰謝料の支払いなどに充てているそうです。西田幸子、60年代にかけて歌手として活動し、コーヒールンバやアカシアの雨が止む時のヒットでも知られる歌手の西田幸子さん、夫が司会者として有名な関口博さんとして知られる西田さんですが、関口さんと結婚後は芸能界を引退しています。1939年生まれの西田幸子さんは1956年の17歳の時に伊那の恋歌で歌手デビューを果たすと、1961年に外国曲のカバーコーヒールンバが大ヒットしてその名が知られます。その後はアカシアの雨が止む時や黄昏の恋が大ヒットし、その独特のハスキーボイスは時代の象徴として愛されました。紅白歌合戦には10回出場し、レコード売り上げが1000万枚を超えて人気絶頂だった1971年に関口宏さんと結婚します。これにより芸能活動を徐々にセーブするようになって、1982年以降は完全に専業主婦として関口家を支えるようになりました。引退してから一部週刊誌の記事によると、西田幸子さんは2017年頃から闘病生活を送っていると言われています。また同じ頃、西田さんが夫の関口博さんと長年暮らしてきた世田谷にあった自宅が取り壊されたことも報じられました。80代を迎えた西田さんですが、詳しい病名は現在でも明かされていません。今どうしていてどんな症状なのか気になるところですね。夫である関口博さんは2021年に徹子の部屋に出演した際、西田幸子さんの病気が悪化したことで自宅を取り壊しマンションに転居したことを明かしました。そして引っ越したマンションが西田さんの入院している病院の隣であったともされています。これにより関口さんが西田さんの看病のためにマンションに引っ越したのではと噂されるようになりました。関口さんが長年出演してきたサンデーモーニングを勇退したのも西田さんの病気が関係しているのでしょうか。最近になって関口さんと西田さんは外食する機会が増えたという噂もありますが、残念ながらこれに関する具体的な情報は分かりませんでした。2018年の週刊誌の記事で、関口さんが自宅マンションの近くの中華料理店で外食をしていたという情報がありましたが、しかしこれはサンデーモーニングの打ち合わせで来ていたようで、西田さんはその場にはいらしてなかったようです。この時の週刊誌の直撃に関口さんは西田さんの闘病に関して否定していて、回復しているとも語っていました。藤村美希、元キャンディーズの美希ちゃんこと藤村美希さん、現在はご結婚されて3人のお子さんが見えます。普通の女の子に戻りたいと、春一番や年下の男の子で知られる3人組アイドルキャンディーズ人気絶頂の1977年夏にライブのステージ上で突如解散を宣言、翌78年の4月に解散しました。メンバーだったミキちゃんこと藤村ミキさん、スーちゃんこと田中よしこさん、享年55、ランちゃんこと伊藤ランさんはそれぞれの道を歩くことになります。藤村ミキさんは83年に期間限定でソロとして歌手活動を再開しましたが、ほどなくして実業家だった尾身芳和さんと結婚し、そのまま芸能界を引退しました。ミキちゃんこと藤村ミキさんはキャンディーズ解散、引退後に限定復帰こそしたものの、現在は一般人です。そのミキちゃんは主婦とは別に活動していることがあるのです。昨年5月、
41年ぶりに歌手活動を再開した伊藤さんとは対照的に、表舞台から完全に姿を消した藤村さん。そんな彼女は一般の主婦として人生を歩む一方、クリスチャンとしての活動に力を入れ続けているそうです。藤村さんはカトリックの家に生まれ育った熱心なクリスチャン。都内の教会で定期的に行われている勉強会や清掃活動に積極的に参加しています。藤村さんの娘で映画この世界の片隅にの声優も務めた女優尾身みのりさんも同じ教会で奉仕活動をしているそうですよ。いかがでしたか？結婚をきっかけに引退した方や自身の都合で静かに芸能界から姿を消した人など、理由は様々であれそれぞれの人生を歩んでいっているようですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。